昨年に引き続いての開催でございますが、2020東京オリンピックまであと3年と迫りました。オリンピックはスポーツの祭典と同時に文化の祭典でもございます。日本の文化を広く内外に発信していこう、その目的がこのイベント開催となっております。方向性が見えたかなと思って、これを精進にまた違う着物を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。普段着物着ないっていう方にも、今日モデルさんが着てくださった着物とか、お客様の着物を見ていただいて、なんか素敵な服見つけた時と同じ感覚で、あ、私も着たいなと思ってもらえるようなショーになってたら本当に嬉しいです。演目はですね、子ども歌舞伎白波
五人男稲瀬川製造でございます。一人一人名を名乗る場面が見どころなんですね。ここで身を切りますんで、そういう時にいやとかね、力丸とか声かけていただいてね、できればおひねりなんか投げていただいても結構ですので、念仏綺麗な南郷力丸、何事も前には進みません。このサンバソーとそのダンスのコラボどう関わっていくか、ぜひ、温かい気持ちで見守っていただければと思います。ではサンバソーでございます。器量のよいにお会いなされはせなんだか、道成寺まで早行きたいわい、早行きたいわいの。所詮連れ添う望みは絶えた、取り殺さいで送るべき。
Thank you.